動物殺すなー、かわいそうだ。自分が豚やったらな、生まれたいね。すごく不効率的な、すごく資源が必要な、食生活。生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。ビーガン王子？はい。お名前は？アレックス。アレックス。じゃあまずもう最初に一番最初に聞くよ、ビーガンっていうものはどういうものなの？ね、ビーガンって、まあ、簡単に説明すると、ビーガンっていうのは、動物性のものを一切食べない人のことを言います。じゃあビーガンは、動物がかわいそうっていうかことでビーガンをやってるってこと？ああ、まあそう、まあもちろんそういう面もあるけど、やっぱりなんか最近だんだん現れてきてるのはなんか環境に与える影響とか動物畜産とか、最近なんかまあちょっと真面目な話になっちゃうけど、なんか温暖化とかに起こしてる温室効果ガスとか排出の原因はやっぱり動物畜産はその4分の1から半分までぐらいって言われています。それは農家って。そう、牛がゲップしたりするから。そうそう、それももう大きいし、牛のゲップってめっちゃ二酸化炭素出しいんですよ。おならしたり。そう、どんな影響を与えてんの、その環境に。肉、要は肉を食べて、なんで環境が悪くなるの？なんかまあ、もちろんそういう温室効果ガスのこと言ったんだけど、例えば、森の伐採とか、アマゾンの話とか、森伐採されるよね。そう、牛を育てるために伐採するの。そうそうそう、そうなの。アマゾンの森のなんか9割ぐらい伐採する理由はなんかその木材が必要だからじゃなくて、その畜産を育てるスペースを作るために。うん、すごく不効率的な、すごく資源が必要な、食生活。ロシアとかやったらさ、寒いからそもそも植物育たへん地域もいっぱいあるんよね。となると、まあもちろんね、夏場のうちに育ててそれをなんとか冷凍してっていうのもあるんやけど、どうしても動物性に頼らんとあかんとこ、砂漠とかもそうやろ。そういう地域の人たちとかからしたら、こう動物を捕まえて狩りで、でそれをこう食べないと生き残れない地域とかもあるけど、そういう地域はそれは大丈夫。そうなんだ。ちょっと違うねん、そこが。そこを知らんからな、私たち。やっぱりなんかビーガンって言ってる、今世間騒いでるけど、なんかちゃんとじゃ知ってない人がやっぱ多いかなと思った。なんか周りは、いや動物がかわいそうでこうだからっていう、なんか動物視線になってるっていうか、な、多分そういうのじゃないと思う。なんか動物食べてる人がなんかおかしいみたいな感じに見られてるのかなって思ってたけど。なるほどね。卵とかって、なんでその卵は食べてはいい、卵は何の影響を。卵、そうやね、無精卵やからさ、なんかあるよね。普通にお見落としたやつ。牛乳とかもなんだかんの。牛乳だって乳出すだけやろ。乳を作り出すために妊娠しないといけない。あれいつも妊娠してるんや、あの牛って。そう、妊娠してる。そうなんや。生まれてからいつも。なんか妊娠、牛って妊娠せんでもずっと父出してるから。私も思ってた。妊娠してんねん、あれ。どの人たちもその生きる権利は守られるべきだっていうことだったんやけども、僕は生まれるはずだった命が生まれないっていうのは一つの犠牲やと思って生きてるんや。例えば今コロナウイルスとかで、すごい社会を止めて活動しなくなったりとかしてるやんか。
でそれによって、まあ、もちろん自殺する人とかそういうのはまた別 の犠牲者だと思うんだけど、それもコロナウイルスの犠牲者だと思うんだけども、それによって経済お金が回らなくて、稼げたのにお金がなくて、子供を産もうとしてたのに産むことができなかった人たち、生まれる予定だったんだけども、間接的にコロナウイルスのこの経済によって生まれなかった子供っていうのも自分は犠牲者やなって思ってるんだよね。生まれるはずだった。でそれを考えると今確かにものすごくかわいそうやと思う。そのいっぱい生産して、いっぱい食べて、まあ、いらんぐらい食べてるんやけども、ただ豚さんたち消費するのをやめたら、もし例えば今から10年前にみんな人類が豚食べるのやめました、はい、なった時に今どんだけいるかわからへんけども、今生まれてる豚が生まれてきてないのよね。で生まれる前の豚に会うことってできひんやん。生まれる前の豚にあなた今から生まれてちょっと生きてひどい殺され方をして殺されるか、もしくは生まれないか、どっちがいいですかって聞いた時に、自分が豚やったらな、生まれたいねん。それでも豚だったら、俺が豚やったらな。でもそうじゃない豚もおると思うで、それだったら私生まれたくないわって。まあでも分かんないよね、 その結論が。だから自分はそこを考えると、今豚を食べることによって次に生まれる豚に生まれるチャンスを与えているっていう一つの考え方があるのよ。まあこれは分かんないよね。それでもそれは何やろ答え。まあ、ある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 。あと、だから反応とかじゃなくてもいいんだけど、なんかそれについてはどう考え。そう、だからなんかそういう考え方もすごくわかるし、なんかみんなそんな考え方じゃない、まあもちろんね、と思うし、人それぞれ違うけど、そもそもそういう決断をするのは、そういう決断をする権利があるのはその人じゃない。そう、なんか他人がその人の運命を決めるんじゃなくて、なるほど、自分もこれ OK だから、まあ、その人もおそらくそっちの方が好きなのかなっていうのじゃなくて、その人に任せるっていうか、その判断はおのおのアレちゃんがどう判断するか。そう他に何か気をつけてることある？まあ気をつけてることっていうか、まあ、これも人によるんだけど、食事だけ気にしてる人もいれば、服とかも、服？そう、服とかね、なんかそういう生地はなんかどう姿勢のものでできてないのかなと、まあ、なるべくできるところでだんだんね意識するようにはしてます。あ、でも自分は見たことある。なんかシャンプー買っちゃって、あ、可愛いなって、ビーニュースのあとってココナッツのって買ってみたら、なんかよく見たら使ってる時に、ね、ビーガンのためのシャンプーって入ってて、あのなんか変なもの入ってませんよみたいな。でも私がちゃんとしてて、あ、そうなんや。あと動物実験とかしてないところ、例えばラッシュとか最近すごくね。でもさ、動物実験ってもう至るとこでやってるやん。薬とかどうなん？薬ってあれ全部動物実験。風邪とか、まあ、インフルエンザとかなったりさ、薬自体がゼラチンってあれ豚のなんかやつやろ。そう、どうなん？薬は飲む？薬は飲みます。あ、飲むんや。そこはそうだから、そこもなんか大事なところで、飲まない人もいると思うけど、でもまあビーガンの人でも、ね、医者の指示に従ってやっぱり第一はなんか自分の健康じゃないですか。そうか、だから、まあ、たまにそういう動物実験でできた薬があっても飲む必要ある。それは仕方ないと思って。じゃあそこの動物実験は人間の繁栄のためにあって OK っていうことでいいの？そう、まあ、だから、まあ、これからだんだん必要なければそういうのを減らしていくのもいい、なんかしたい。でも絶対必要だよ。絶対必要だと思う。今のスマートフォンとかもさ、GPS やろ。GPS ってさ、人工衛星、宇宙の NASA って書いてるから、ね。確かに。そう、宇宙に行くやつやって一番最初ソ連してさ、行ったのは犬やの、ライカっていう犬で。あれも宇宙飛ばして、その後焼け死んで死んだんやけど、アメリカもチンパンジー飛ばしてさ。はいはい、だからあれ。ティックとトックもなかったっけ？なんかいろいろあったと思う。ティックタックみたいな、なんか2人の2匹、あと2匹のワンちゃんを持ってた気がする。まあ、とにかく宇宙開発もあれ、何度もいろんな、動物をそうなのためにも、まあ、殺して、ありがたいことに、まあ、そうやって生活が便利になってるから、うん、多分どうしても必要になるんちゃうかなと思うけど、でもそれはもういいんやね。それは可能な範囲、なんかその範囲があるみたいな。そう、範囲があるし、なんか結構哲学な話になるんじゃない。なんか人間も一人を犠牲にして
繊維すくえるとか、なんかがんを治せるとか、なるほど、なんかその一人ぐらいだったらいいのかなっていう悪い顔してたんで今違うよくはないけど仕方がないってことでもだからどっちが正解かは本当に分かんそうなくない、なんかそんなはっきり言えない、答えられない、だからまあ動物も結構なんか、まあ、人間も動物だけどなんか同じように実はなんか考えたらなんか難しいじゃないですか。うん。そうね。その宇宙に行くことね、GPS もすごく人助かってるかもしれないし、それでできた技術とかも。それでどれだけの命が助かるかっていうことにもよるよな。じゃあよくさ、肉フェスとかでさ、はい、死んだ牛の写真を掲げて、お前今からこれ食うぞ、ほら、ねえってやってるビーガンもいる。それはどうなの？なんかそれも結構なんか、まあ、フェミニストの運動と同じように、まあ、フェミニストとビーガンのことってそもそもそういう目的なんか全然、話聞いたら全然わかる、賛成する運動なのに、うん、違うように過激にやりすぎてるみたいな。そう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 、だからまあ個人的にはまあ伝え方がちょっと間違ってるんじゃないかな。気持ちはすごくわかるけど、あでもよかった、すごい納得だと思う。なんかどう思うのあったわ。なんかすごいあのでもなんかイメージが全然違うかったから、うんうん、周りもすごいあのなんかこれも正しいのかなってなんかビーガンって言ってすごい人に無理やり勧めてる人とか分かるんだよ。動物その変な殺し方したりとかなんか痛みつけたりとかそのひどいことするのは間違ってるし、そのあってはいけないこと、私たちが決めることじゃないしね、うん、そういうことをするのは、うん、でも私は別に興味ないんだけどっていう人もいるのに、うん、いや絶対にこれした方がいいっていう人もいるし、うん、あの間違った情報とかも流すとか間違ったことをなんか人に勧めるっていうのはなんか良くないなと思って、でも全然違うやん。なんか話を聞くといや、ちゃんとした考えが、ちゃんとしてる考えで、それはなんだろう、その肉を、自然の肉を捕まえて食べるのは別にそれはもう人間の、うん、まあ昔ながらの本能だから仕方ないことだって言ってるし、まああの人をなんかじゃあ薬は食べへんのか飲まへんのかとかっていうのはあっても、それでどれだけの命が救われるかによってその各多分それも人によって倫理観って違うから、うんうんうね、まあ自分の倫理観をどのようにしていくのかっていうのをまあ追い求めてるっていう点では偉いなって思った。一番良くないのは考えないっていうのは愚かかなって、はい、そのことを知ろうとしない、何もで自分の中でどういう心情で生きていこうかっていうことを考えようとしないことが一番愚かかなってちょっと思うな。ただあのな、自分やってほしいなって思うのはビーガンに、ビーガンじゃないんかもしれんけど、それは、はい、さっきアレちゃんが言ったような、この会社のこの肉は本当にひどい育ち方をされてるんです、はい、この会社のこの肉はお肉としては殺してはいるけども、ちゃんと最低限の飲み水や食事を与え、しっかりとした環境で育ててやってますっていうのを教えてくれたら、自分はひどくない殺し方をやっぱり追求していってほしいなって思うし、でそのためにはどうやったらいいかっていうのを、まあ、分からへんけど、なんか電気で殺す方がいいのかどう殺すのがいいか知らんけど、なんかこれは最低限の苦痛を味わわない殺し方でもう徹底している企業です、これはちょっとよくよく調べたらちょっとやばいですっていうのを調べて発信してくれたら、自分は肉は食べねん、肉は食べるけどそういう育て方をしてるのは避けたいなとは思うね、うん、だからそういうのを発信してくれるような団体があったら俺はそれを見て買うときに参考にする。でそしたらさ、みんなあここの、こんな殺し方してるとこういう風に思う、やっぱ違うの選ぶ人が増えてくるんやって、いくら安くても違うの選ぶ人増えてくるんやって思ったら、それの方が広まるの早いかなって思う。あ確かに、やっぱ過激にこう、まあ、肉を食べないっていうのはいいんだけども、そういうやり方も一つあるんじゃないと思うから、それでね、捨てられる肉とかもったいない、なんか物も減るんじゃないかなって、その作られる肉も少なくなってくるし、うん、で人間はちゃんとそれを考えて、お金がかかるからちゃんと買って、ちゃんとありがたく最後まで食べて、で最終的にはね、それゴミにならないっていう方針はすごい、あの賛成。いや、ありがとう。いや、ごめんね、なんか過激なことばっかり言って、これまたね、次の話いや、でもよか
かった、俺ちゃんと話せてよかったし、まあ、皆さんもね、なんかこれ聞いていろいろ思うことあると思うけど、どうでしょう、皆さんはどうお考えですか。やっぱ一人一人あの人がいるだけ倫理観っていうのはあって、まあ、それぞれにね価値観を押し付けるのは良くないって言うけど、まあ価値観を押し付けるのは良くないっていうのも一つの価値観の押し付けではあるわけだけども、まあそこは置いといて、まあいろんな考えね、コメントを今見て、最後まで見てる方何人いるか知らんけど、いろんな考え方があると思うから、私はこう思う、いや、ブラス、それは過激やぞって、そういうのも全然書いてもらっていいし、だからどう思うとか。コメントで僕が書いてる。それやりすぎだよ。なんか俺いろんな意見もね、やっぱ聞きたい。やっぱ学ぶっていう、それで私は別に、意見変わるかもしれんし、そのコメントを見て、まあね、変わる、意見変わるっていうのは悪いことでもないし、まあみんな好きに来てくださいよ。ありがとう。 ありがとうございます。俺もね、なんでもうありがとうございます。肉食ってきたからね、今日右手でおしましたやめろや、やめろあと俺のもう一つ過激思想聞く。え、聞きたいあんたすごい過激だから聞きたい。過激やね、いつも、はい、なんかね、こういう話すると結構過激思想に至ってまうねんけど、まあでもね、結構よくないと思ってた。面白い、面白いのよ。いや、やめて、ハードル上げてみたいな。これ、環境破壊っていうのも、ああ、来た。環境破壊、例えばな、はい、プラスチック、はい、アスファルト、はい、なんやろ、もう、オゾン層、なんか、いろいろあるやん。ガスとか出すところとか、はい、そう、はい、なんでもあるやん。全部自然やと思ってる。雲が雲の糸を張るのと同じ、アリがアリの巣を作るのと同じ、人間という動物が、まあ、神様か誰か知らないけど、こんなに増える状況にしてしまい、それによってこう人間はアリが巣穴を掘ってやるのと同じように、どんどんアスファルトを引いて他のあれを切って、でオゾン層もいっぱい作ってあったかくしていって、うんうんうん、私たちも動物ってなると、動物である私たちがやってることも自然やんと思うね。まあ、あとはなんか地球上にあるものを使って、そうそう、だって私たちは空気吸って二酸化炭素出します。経済活動するために二酸化炭素出します。でも草とかは光合成をして酸素を出します。なんで私たちが悪いって決められるの。だから、まあ、だって草は二酸化炭素いるんやろ、それ、うんうんうん、私たちが出した二酸化炭素、草は吸いたいと思ってます、はい、吸うと思ってるのか知らんけど、なんか必要になるんやろ。だからそれってあくまでも私たちが住みにくい状態、あったかくなったら住みにくくなるとか、なんかそういうことを考えるから、結局私たちがどう住みやすいのかっていうことを考えて、環境が環境がって言ってるけど、別になんか地球が汚れてどうなろうが結局困るのは私たちで、だから別に俺なんかそれで人が減るんやったら、まあそれは仕方ないし、過激だー。それでじゃあ、それでまた人類がまた減ってきて、それでまた次違う木がまた生えてくるようになって、私たちが環境破壊したから自分たちもいなくなる。もちろん他の動物の被害を得るけど、そんなこと言い出したらさ、なんか気をつけたところで急に隕石が落ちてきて地球バーン終わりって終わったらもう話にならないし、まあ多少はなんかそういう気持ちはあった方がいいんじゃないかな。でもそれはもう神様に任せよう。やめろや。人間がそうやって環境を破壊、環境がそれ破壊とも、破壊っていう言い方も違うかなって思う。人間のでも破壊っていうのはやっぱりなんかそういう場所に行ってなんか発掘したりとか。でもアリやってさ、アリやってさ、あそこでこう掘るの破壊やん。でもアリ、あそこでミミズが住もうと思ってたのにさ、すれんくなって。アリのやってる破壊と人間の破壊力ってやっぱり差がもうすごい。それあんたは自分の目線で見てるから、そんな遠くの宇宙人から見たらそんなもんなんかもうクソみたいな、私たちは。もう表面上も小さいものかもしれない。私たちは確かになんか多分なんか宇宙の中ではそれもまた結局各々の倫理観になってくるそれまた違う暮らしやで。そうそうそう、俺だって別に暖かくなったら、さっきも言ったけどロシア暖かなるもん。それでなんかいいよ、他が大変になるかしらんけど。お前住んでんのは日本やお前日本のこと心配しろ。日本も多分大丈夫やと思う。